連絡事項がある。この連帯職撃だが、審査員の変更を宣言するよ。たった今から僕が審査員長を務める。君たちはもう十分十傑たちの料理を味わったことだしね。はぁ、何を言い出しやがる。首謀者張本人に審査を任せられるわけねえだろ。帰れ、アホ。そんなの本気で通ると思ってんのかい。思ってるんでしょうね、アザミおじさまなら。平気な面して無茶苦茶な提案をしてきやがる野郎だ。僕は日本へ戻ってからまだマナ娘の手料理を食べていないのだよ。月経祭の時も余計な邪魔が入ったせいで。よう、ナキリ、席空いてる？すいません、お客さんもこれから食事っすよね。今日がそがれた。あの時誰か邪魔したのか。失礼な奴もいたもんだな。